下着はどういう状態になるまで履きますか？またどういった方法で処分していますか？下着は、例えばパンツだと、結構やっぱゴムが緩んできたりとか、さすがに穴が開くまでって履き続けたことはないですかね。やっぱその前にゴムとか、なんとなくこうゆるゆるってなってくるので、そうすると、これも寿命かなと思って捨てますね。で、捨てるときは、さすがにそのままポイってゴミ袋を入れて、透明な袋で外からね、あ、これパンツじゃんって見られたら恥ずかしいので、ずっとこう一枚見えにくいものに、紙袋なんかに入れて捨てますね。ブラジャーを捨てる時期ってなると、これも肩紐がずれてくるとか、普通にしてるのに、結構ね、こう、ずれてくるんですよね。ちゃんとこう、調整してても、ずれてくるようになったら、さすがにこれも寿命だなと思って、捨てますね。それも捨てるときは、パンツと違って、こう金具とか、後ろも留め具とかで、金物がついてるので、そこだけ切って、不燃ゴミと、燃えるゴミと分けて、処分してます。昨今 YouTube は規制厳しくなりました。そこで今の YouTube にちょうどいいビエロの言葉をすずさんがここで勝手に決めちゃってください。スト3形式で順番に発表してください。YouTube そっか、あんまりね、直接的なこと言うと赤バンされちゃったりするんですよね。ビエロ。例えば、第3位。さあ行きましょうか。びしょ濡れ？あ、これ第3位じゃないか。1位かもしれない。びしょ濡れってちょっとやらしいっていうか。でも雨とかにね、降られた人にびしょ濡れって言いますもんね。めちゃめちゃ大雨でびしょ濡れになったっていうもので、全然そういう意味ではいやらしい言葉じゃないんですけど、捉え方をね、ちょっと間違えると、ちょっといやらしい大構造になりますね。はい。じゃあ次、第2位行きましょうか。第2位は、カチカチ？カチンカチンみたいな。ね、連想しちゃうと、あれがカチカチになったらっていうのは、なんかやらしいですけど、でも普通にね、アイスとか氷とかってカチカチで冷たいものじゃないですか。そして全然やらしくないですね。だから YouTube 的に全然 OK だと思います。第1位ですね。1位は、栗栗ってね、別にマロンだったら美味しいし、何にもやらしくないんですけど、発音にもよるのかな。栗って言うとなんか、ついね、妄想しちゃいますよね。うちかなみたいな。栗はいじらないで。何言ってんだっていう感じですね。ちょっと恥ずかしいですね。YouTube でもこのあたりならギリギリ OK なのかなって思います。はい。